All right, guys. Hey, welcome back to another episode of Naruto. So last episode we left off playing the Taka Flies again. So let's go ahead and continue on with that path for now, and let's go ahead and go on to those who know all, the Hokage up here. So let's go ahead and just get right into it. The Hokage up here. Good. This is still just the same recording session as the last episode was, so. Not that that matters. それもウチハの神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて、We went back to the Leaf Village. The Reaper Death Seal. 四季風神。Release. その巻物に書かれている術を使うにこの面が必要なのよ。これを使い四季風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放する。Oh, God. Damn. 15. サスケ、水月、準備なさい。あとは十五、あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの癇癪につけていた舌がそのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼らはあの四人を呼び出す生贄となってくれるわ。江戸天聖の術。さあ、来るわよ。すべてを知る者たち。先代のおかげたちが。This is one of the craziest episodes when I was watching it. God damn. 死んだ、ほかげ。忍びの神と謳われた。千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた四季風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸天聖を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。God damn. また江戸天聖の術か。わしの作った術を攻撃する。Sakno Kage, you're a beast. 今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺はウチハサスケ。あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目、イタチになぜあんなことを。もう。知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい。イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしに。お前を里で守ることを条件に出してな。Man. そうか。Ah, I thought she was a real one. あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。イタチは兄は。この葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、この葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは、一体なんだ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから、自分で答えを出したい。この葉に復讐するのか。それとも
木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉も。Oh God. 指を下ろせ。わかった。Jeez. That's freaking scary. Sato ni tsuite ka. Oh god. Mochiron hamashite yatte mo yoi ga chi to nagaku naru zo. Iie. Dekireba sakkyū ni kono ko no kikitai koto o hanashite agete kudasai. Dou iu koto ja? Ima wa sensou chū desu.Uchiha Madara が復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに。ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でも、それ以外にもいくつか。これは、そうか、この感じ。How he feels it.お前も戦っているんだな。I'm getting chills. 話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ。戦場へ向かいたいなら、話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの。まず里と忍びについて語るには、ウチハと千住、マダラと俺についてからだの。And boy is that a tale.激闘に続く激闘。マダラも俺ももはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Land an injutsu attack 3 times. Perform a 15 hit combo. Connect with throw 1 time. Okay. Oh man, I almost got the 15 hit combo. I need a full. And oh, geez, I think he just took me down below 70. Yeah, he took me down below 70. Oh, man. Oh, well, still got that A.終わりだ、マダラ。なら、さっさととどめを刺せ。できないか。それが、柱馬、お前の甘さだ。くっ。ああ。
俺は里を守る。何があろうとも、里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと、里に仇なす者は許さぬ。本末転倒だな。 Gosh. Hashirama, you're too savage, man. Orewakonotoki. 覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した里のために。そう、里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。 無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。 この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そして、それを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ、何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは 耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ。 里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここに留まっているわけにはいかん。果たして初代ホカゲの話を聞いて あなたの考えはどうなったかしら。やはり刃をこの刃に向けるのか、それとも許せ、サスケ。俺はお前にいつも許せと嘘をつき、 この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が 今更お前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。Why you do this? My heartstrings, they're being torn. 俺は戦場に行く。 この里を、イタチを、無にはさせん。 決まりだ。
では、早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では、見せてもらおうじゃない。ウチハサスケ。ウチハサスケ。あなたが起こす新しき風を。Ah, man. Man, that episode was a crazy one. Man. So what did we not do? Win with more than 70% health. Connect with throw. Oh, I guess I didn't do that. Oh, well. In story mode, you can also enjoy side story episodes. Side stories have no effect on completing the actual chapter, so feel free to access them whenever you like. Please take time to complete all the side stories so that you can enjoy the story even more. Oh, we're doing that. You can now play the Path of Separation and to the battlefield. So we could go that way, or we could play a side mission. Let's go ahead and do the side mission instead. Dreams and coexistence. Let's go. ヤン・フィルスト・カーゲ。ああ、あの時は正直冗談かと思ったがな。ひどい奴ぞ。俺は冗談であんなことを言うような性格ではない。しかしまあ、本当におかしな奴だったよ、お前は。子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作るだったが、うん、自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいるだな。この葉隠れの里か。今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ところで、火影就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる。俺は本気ぞ。火影役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ半分嫌がらせじゃねえか。随分と様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが火影にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が火影だ。まだら。この石碑、これはウチハに代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め、陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い、神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？うん。まあいい。
今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。あ、なぜ？この里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。火影の右腕として、兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時、二代目火影として。お前の後、おそらく扉間が火影となろう。そうなれば、内葉はいずれ消されていく。それが分かっていて、里を出るよう内葉の他の者に声をかけたが、これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しむさ。Man, Ma, that is an asshole. 本当の夢とは何なんだ。なぜ何も教えてくれない。火影様！何事だ？うちはマダラがこの葉に。そうか、戻ってきてくれたか。この葉隠れに謀反。先遣隊は全滅。第二陣、第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。火影様、いかがなさいますか。火影様！何を言ってる。Gosh。 何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからぬ。お前の考えがもう何も。思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていた。かつての思いはもはや枯れ果てたのか。その先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に、千住柱間は友へと挑んだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。Okay, so no actual fighting in that one. Guess it's all just, well, I guess maybe they don't have to be just story driven. Okay, let's see. 10 minutes for that one. What about this one? Okay, let's go ahead and start this one. Let's go ahead and start Behind the Mask. Because, you know, gotta pace it like an actual episode. I keep forgetting it's double A. Like an actual episode. Jumps back and forth between stories, not just all linear. Konoha Gakure no Sato. Soko ni Sato no Osa Hokage ni naru koto o yume miru shounen Uzumaki Naruto no sugata ga atta. Katsute Sato o osotta Bijuu Kyuubi no Yoko o sono mi ni yadosu mo Onore ni sonawaru tsuyuki ishi o motte.成長の道を下走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が九尾を含む九体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。
されど渦巻きナルトはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。トビー、ここでゲドーマゾンだと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。Getting ready. 世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ジュラヤ、英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。Oh man. Start the battle with Naruto Uzumaki. Okay. All right.Wow, he was super far. Yep, definitely strong, boy. まだ家庭の息は出ないが、奴の術と俺の感覚は同じなんだ。Alright, nice.Okay, so let's charge. Boom! Oh, how did that not hit him? There we go. God, planetary Rasen Shuriken. That's disgusting! Oh, God.Damn. Oh, dang. Yeah.I'm sorry, Toby. I don't think I got the guy achievement. I don't think I connected. なんだ、影分身か。限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の間。
少し遅い。無駄なことを。バカな。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。誰だ ？God, and who is he? Well, I mean, I know. If you've read the manga and seen the show. Obito. お前は。Oh man. Man, oh man, oh man. Not that we didn't see it coming in the manga. Toby, Obito, they have the same letters. Alright. So we... Man, we did connect with Kakashi's ninjutsu. We saw it, remember in the beginning? Man, oh well. Oh well. But okay, that's what I'm gonna call it for an episode right now. We unlocked the Boys Battlefield Part 1. Okay, yeah. So we'll go ahead and continue this in the next episode. If you guys watched it, thank you for watching. Bye-bye.